今社会に使えるっていうところでちょっとこう分かりやすい1対1対ルート2345から12ルート3っていう話しかしませんでしたけど、まあ普通に社会っていうかお仕事で、使うときにそんなこの切りのいい話ばっかじゃないですよね、当然ながらね。 B と C しか分からなくて直角も分かっている、で C と B の数字も分かっているけど、A の長さを出さなくちゃいけない手もありますけど、電卓使っても簡単にできますよね。どうしようかな、もう適当な数字、好きな数字言ってください。 3.24 C が 3.24、はい、もうちょっと長い数字で、はい、5.26 はい、はい、もうちょっと違う数字でもまあいいんですけどねなんかこういうとね雰囲気に似てきちゃうかなとかっていう感覚がありますけど、あまあいいですわ、はい、でもねこれを電卓でやってみましょうかね、はい、A の長さを電卓で出します、はい、スイッチオン、やり方としては、はい、初めからルートを打ってでカッコかけて、はい、5.26 の2乗あ、ね、足す 3.24 2乗でこれでイコールで答え出ましたね。6.17、まあ約8ですねっていうやり方でね、初めからルートしてカッコで、2つの式をまとめてしまえば、はい、イコール1回で済みますね。でこのそうじゃないちょっと不器用な人のやり方だと、はい、まず 5.26 を2乗します。で足して 3.24 を2乗します。でこれでイコールで押しちゃう。でその後にこのイコールを出てた 38.1652 をルートにかけてやる、はい、まあ、電卓は便利なんでさっきの答えをここに 38.1652 をこの子に持ってさっきのアンサーを持ってってイコールを押すと答えが出ます、はい、不器用ですね、はい、これ面倒くさい人、もっと不器用な人は、まず 5.26 を、はい、5.26 を2乗とやらずに 5.26×5.26 とやるでしょうね、きっと、はい、2乗なんだから 2乗っていう電卓の便利なボタンを使えばいいんですけど、はい、ボタンがわからなくて 5.26×5.26 って出す人がいますね、はい、でここでいきなりイコールを押しちゃう人もいればね、でこれに足して 3.24×3.24 でこれでようやくイコールして、でルートかけてさっきの答えを出してやると、はいはい、6.178。時間かかるよね、これ。ああ、そういうやり方ですか。一つ一つ、潰していくやり方ね。はい、まず、これかける、これ。はい。で、これかける、これを出す。はい、で、その後に、ルートかけて出す。実は、このね、今、ブサイクのやり方、一例出しましたけど、はい、さらに、ブサイク方向に、さらなるブサイクのやり方、はい、をやりますと、はい、5.26。かける 5.26 でイコールしましたよね、はい、これを電卓の機能がわからない人はメモします。 27.6676 ってメモします、はい、でこれでクリアしちゃうねあで 3.24×3.24 イコール、はい、でこれもメモします。 10.4976、はい、で本当はここにさっきのやつをもう足せばいいんだけど、はい、電卓の使い方が分かってないからまたここで C で0にしちゃうんですよ、はい、ゼロです。そうすると何にも残ってないね、前の数字が、はい、結局メモした2つをまた自分のメモを見ながら打つんですよ。 27.6676 足す 10.4976、 めちゃめちゃ時間かかってるよね、はい、でこれでやっとイコールにするとこれ面白いですね、はい、で 38.1652 もうこれをメモするね。 38.1652 メモします、はい、でこれでクリアしなくてもいいのにクリアするんですよね、はい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 、でその後に今度ルートってやっとここでルートが出てきて、さっきの 38.1652 はってやって、あ出た出た 6.178 ですって言って、不細工ですね。これちょっとだいぶ時間違いますよね。なんか頭の中でこの数字この式を頭の中に入っていれば、
これを電卓で作ればいいよね。そうですね。2乗っていうのもあるんだから2乗使えばいいし、で B は1回打ちゃいね、 5.26 はいちいちかけるかけるじゃなくて、こう 5.26 入れて 3.24 入れて、はい、あと2乗2乗で足して、うん、でこれであとで2乗をルートしなあかんから、これを全体ルートすればいいねって、まあ式で書いた方がいいかな、はい、A イコールルートの B 次乗プラス C 次乗、はい、ね、これを電卓で書けばいいだけの話ですよね。うーん、そうすると A が出てくるじゃないですか。はい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 。でそれを一番最初にやったスマートなやり方ですよね。あ、これね、もう一回やってみましょうか、はい、ルートですよね、はい、ルート、まあその電卓の表示の関係上ルート B と伸びてませんけどまあ最初にルートが出てます、はい、で B 次乗プラス C 次乗ってやっちゃうとダメなんですよ。なんでかっていうと、ここでカッコがいるんですよ、電卓の場合、まあ、これは電卓を使う上での知識が必要ですね。ここをねカッコなしで B 次乗ってやっちゃうとするじゃないですか、はい、5.26、はい、2乗って言って、はい、で足す 3.24 か 3.24 の2乗ってやっちゃうといいですか。今このルートね、ルート 5.26 2乗ってやっちゃうと、はい、ルートが 5.26 にしかかかってないんですよ、ここまでしか。あ、でそ、ちなみにイコールを押してみましょうか。全然違う数字になっちゃう、 15.75 になって、全然違う数字になっちゃうんで、はい、計算ミスします。うーん、危険、はい、ですので必ずここにこれもねインスってやると括弧入れれるんですね。括弧入れて、で最後もちゃんとカッコ入れてほしいってやると、カッコ今ここにカッコ入れました、ね、ここにカッコ、式にはカッコいらないですよ、はい、あってもいいんだけど、ええ、ルート全部カッコ入れるからね、うん、でも電卓はどこまでルートですかということを教えてあげないかのために、ここをカッコにしてルートをかけるってやり方をしないといけません、はい、でこれでイコールすと、はい、6.178 になりましたね。というところで、まあ、電卓もね機能がいろいろあるので、はい、使いこなせた方が仕事は早いです、うん、分数でもねこれ逆数ってご存知ですかね。ちょっとピタゴラスって言うと反対になっちゃうけど、はい、違う話になっちゃうけど、はい、2分の1ってやるとこれ 0.5 ですよね。これ1割2だから、まあ、簡単な話、1割2は 0.5 ね。でこれ電卓で1割2は 0.5 になりますね、はい、これ逆数って X のマイナス1乗っていうのはこれ逆数なんですね。これを逆数にやると2割1、これ要は逆数っていうのはこう分母、これ分母と分子反対にするっていう意味なんで、はい、そうするとこのマイナス1乗ってボタンを押すと2になります。2割1、これもね三角関数を電卓で使うときによく使えます。お、はい、この逆数っていうこのボタンも覚えておくと便利ですね。あ、はい、それは、はい、ちょっと今日ピタゴラスの定理なんで三角関数の時にまたお話しますけど、はい、三角関数終わりました。あ、終わりましたっけ、それいや逆数も非常に便利なんで、はい、あ、またあれか、正弦定理、余弦定理の機会があれば、はい、その時にも使えますので、はいはい、それでお話しましょう、はいはい、というところで、はい、ピタゴラスの定理、超有名な定理ですけども、はい、まあ、こんなもんですよっていう感じでお話しさせていただきました。プラス電卓の、はい、まあ、使い方のイロハっていうか、まあ、はい、スマートに一発で終わらせましょうというお話もさせてもらいましたので、はい、ぜひ参考にしてください、はい、それではまた、さよなら。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。少しだけお知らせをさせてください。私たちプリタテクノでは今絶賛一緒に働く仲間を大募集しています。ぜひコーポレートサイドを見てください。動画の中で紹介した黒田正和の YouTube 工業高校企画講座編、今大好評です。学習の方からプロの設計者まで多くの方にご覧いただいています。ぜひ再生リストを見てください。もしこの動画を見て良かったなと思ってくれた方は高評価、コメントをぜひお願いします。もしくは Twitter などシェアしてくれると嬉しいです。皆さんの応援が本当に励みになっています。ではこれからも役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。